本日のよろぴこ。明日に向かってプレーボール。よろぴこ。応援乗らないのいたら、あれが出す。それとも藤井が勝って出す。いや、だからその辺
時アイランドも、だからそれで行きよったら全部任せとれる気がするよね、そういう部分は。いやどうなんかな。あれはでもケンジロウとメグとはやってるやろ。全選手でやってます。選手でやってる、うん、そこから情報は自分の経験してると思う。メグとだけやってる。メグとはやってるんだ。だからアイランドはやってないね。だから帰ってくる前か。だから多分そこで野球の情報は自分で経験してると思う。サードじゃあ自分でサインを出してる、出せると思う。じゃなかったら送れるもん。だそういう面では、だから去年の盗塁数です。26か。で今1位ですよね。これがまたすごいです。これだけ去年の簡単な答えだろ。数字をここまで上げてた。簡単な答えでやればできるってことだ、うん、でそれ能力があるわけよ。一番大事なのは全責任がトップが取るっていう責任で野球してるか、でお前アウトになるなって言って野球やってるの違いない。山田もそうかもしれないけど、特に俺でもアウト数はすごい多いからね。でも小田さんと怒ったことないからね。失敗を責められたことはないですね。走らんで怒られることはそう、逆にそう、なんで早く走らんのかっていうのはしょっちゅう言われて、はい、あの試合が終わって宿舎でエレベーターが一緒になったらもう下向くやろ。いや下向くお前らで当たって下向くやろ。わしは2食いいから。いやでも俺、ハーフルーキーながら待ってた。だから、今言った通りでしたから。そうだろ、まさにそうだろ。すごい。もっと聞いていいですか。どうぞ。もうやっと的について、阪神タイガースあるじゃないですか。うん、で、まあ、監督はね、同世代で、岡田監督、まあ、うちの YouTube に出ていただいて、やっぱこの阪神どうですか。岡田マジックやろな。まあ、でもやっぱり、岡田がだけ、権限を球団からもらって、はいはい、あれだけの人事も全部して、人材的にはベストじゃないですか、タイガースの中で。でも岡はでも、YouTube のことでやったけど、めっちゃ俺のこと見てるね。うん。あらゆると真反対。あの解説だけ聞いたってもすごいですもん、あいつ。すごい、いろんな。もうバット、細かいですよね。バットを 手前だけ濡らしたとかよ。しなるようにとか。こいつ何考えてるって、SSK のバット。だって選ぶのも50本くるじゃないですか。ボーニー取るのですごいよ。で、あのピッチャーあいつ前で JFK だっけ、なんだっけ、ピッチャー3人で、やっぱそういうのずっと最初からずっと見てるな、あいつ。そういうのはああいうと真反対のところがある。もう裏打ちしてもう全部計算づくで選手を出して、悪口も計算づくで悪口言っての、うん、出れるくないよこんなやつがとかいう計算づくで真逆の感じよね。もともとあれじゃん、岡田なる前からピッチャーよかった。野手なんかでも佐藤なんかでも思い切ってポンと外す、外すよね、あれね。すごいやろ。そこがああいうのがすごい、ね。ちょうどね、僕同世代と岡田同級生なんです。そうですよね。で僕はあの現役当時は対戦バッターと飯食い行く飲み行くいうこと一切しなかった。はい。僕引退を表現して、オサが初めて声かけてくれて、はいはい、まあ、岡田と行くんじゃけど、前辞めるって言ったけ、ええやろ、お前って流れからやったの。で、誘ってくれたんですよ。はいはいはい。で、その時初めて聞いたんですよ、岡田。あの時のあの場面で、なんであのボールを待って、なんであそこで打ったんやって言ったら、まあええよ、もう辞めるけ言うたるけど、全部待っとったんですよって。すごいな、お前。これね、うちの YouTube でも言われてました。チャンスの時は、センスタイルのことに、あ、ほんとに、はい、追っかけない、決め球まんま、うん、もう、あ、だから、そうそう、だから、例えば俺やったら、バンボールまずだから、影さんとも一緒に解説でやっとったから、影さんは影さんの待ち方がある、うん、なるほど。どうな甲子園球場まあでもちょっと全く真反対の役やってるよな、お顔ね。ですね。だからうまいこと、まあほら、それでも力ある選手がいるから、1番2番いるやん、近本と、うん、この2人が抜群にいいな。そうそうそう、抜群にいい。まあ本間の芯になる部分は作ってますよね、タイガース。だから本当 1、2がずっといるからすごいと思う、あの1番2番は。あと逆に1番2番がしっかりしてるけど、後が生きるよね。なんか
オールスターズこれから始まっていきますという、うん、まあ、あの流れで、監督ぜひよろしくお願いします。はい、わかりました。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。